国道二十号、国道二十号、国道二十号は東京都中央区から千代田区を経由して長野県塩尻市へ至る一般国道である。1602年、江戸幕府によって整備された五街道のうち、起点から長野県諏訪郡下諏訪町の諏訪大社、下舎秋宮付近までが甲州街道と、それ以降終点までが中山道とほぼ同じルートをたどっている。 ほぼ全線を中央自動車道や長野自動車道の一部、長野県岡谷市塩尻市と並走する。実延長区間は、国道1号交点である、皇居前の桜田門交差点により分岐して始まるが、法律上の起点は、東京、日本橋にある。現在、東京都日野市川辺堀の内、坂下交差点から、八王子市北野町。 北野町交差点を結ぶ日のバイパス延伸部及び北野町交差点と首都圏中央連絡自動車道、県央道、高尾山インターチェンジ結ぶ八王子南バイパスも建設が進められている。国道20号は江戸時代の甲州街道を継承する路線である。1885年、明治18年の内務省国時代6号、国道表では東京交府間が 国道16号、東京より、山梨県に達する路線に、下須訪塩尻間が中山道を継承する国道7号、東京より、神戸港に達する別線の一部となった。1920年、大正9年施行の旧道路法に基づく路線認定では、9 6号が国道8号、東京市より、山梨県庁所在地に達する路線に、97号が、 国道十四号、東京市より、京都府庁所在地に達する路線にな。この際、甲府下諏訪間は、府県道甲府下諏訪線、下諏訪甲府線として認定されている。1929年、昭和四年、八号の経由地に、南鶴郡川口村、原富士川口湖町が加えられ、大月甲府間は、笹子峠を越えるルートが、国道から外され、三坂峠を越える。 現在の139号、137号のルートに変更された。1934年、昭和9年、国道8号が延長されて、東京市より、京都府庁所在地に達する路線、高となり、下諏訪より、国道14号と重複するルートとなった。これで、東京市四次里が国道で結ばれることになったが、大月港府間は、川口村経由のままである。 1952年、昭和27年12月4日、新道路法に基づく、路線指定で一級国道20号、東京都中央区長野県東千曲郡塩尻町、現、塩尻市として指定され、大月交付館は再び、笹子峠越えに戻されて、今日のルートとなった。1965年、昭和40年4月1日、道路法改正によって一級、 二級の別がなくなり、一般国道20号となった。2007年、平成19年4月1日の日野バイパス全通までは、国立インター入り口交差点を直進して、日野橋交差点を左折し、日野橋、中央本線日野駅前を通過したか倉町、西交差点に至る道路、公州街道が道20号であったが、2007年4月1日に東京都に移管され、 東京都道256号八王子国立線、通称は、甲州街道のままとなっている。これにより、立川市が東国道のルートから外れることになった。なお、国立インター入口交差点から、日本橋方面、及び高倉町西交差点から、塩尻市方面のキロほどは、日のバイパス経由ではなく、旧国道経由のままとなっている。途中には、難所とされた。 笹子峠があり昔は峠道を通っていったが、1958年、昭和33年に新笹子トンネルが開通した。当時の新笹子トンネルは有料で、1971年、昭和46年に、召喚完了し無料開放された。諏訪地域では、地の市から諏訪市にかけてと、下諏訪町から岡谷市にかけての直線道路があるが、これは、 明治天皇の全国巡航の際に建設されたものである。東京都の中央自動車道調布インターチェンジを西へ進むと、調布飛行場、東京スタジアム、味の素スタジアムや、1964年に開催された東京オリンピックのマラソン、競歩の折り返し地点などがある。国立府中インターチェンジの西にある石川大橋で多摩川を渡り、日野市に入ると、 玉都市モノレール、万願寺駅の南側を通過する。坂下交差点を過ぎると、日野台地へと一気に上り、中央本線を、日野湖線橋でオーバーパスして、八王子市に入る。国道16号八王子バイパス、大和田町4丁目交差点を、アンダーパスすると、八王子市街地となる。高尾駅前を過ぎると、JR 中央本線を、アンダーパスするまでは、 商店街や住宅が続く。高尾山の南北の沿道には民家や墓地などがあるが、大樽見峠の1キロメートルほど手前からカーブの多い山道となる。神奈川県にある相模湖駅の島市の西に神奈川、山梨県境があり、道路は相模川沿いに走る。貸し団球場にある山梨県上野原市の市街地付近で急な坂道がある。上野原市。 大月市の島市までは、桂川、笹子峠までは、笹子川沿いに、山間の谷間を走り、笹子峠に近づくにつれたりが深くなり、急カーブも多い。笹子峠、新笹子トンネル異性は、短い山間いの谷間の道があり、甲府盆地の東端の一角に出る。赤坂台と呼ばれる台地を越える形になっており、アップダウンは激しい。 山梨県内の国道20号は、甲州街道時代の小規模集落を迂回する様に建設されてた。甲府盆地の前後、韮崎市付近まではほぼ JR 中央本線、中央自動車道に沿う形で伸びている。韮崎市内は、釜梨川左岸を走り、北都市内の穴山橋から新国会教官は、釜梨川右岸を走る。韮崎伊勢は、田園風景と、 七里和のそびえ立つ断崖の絶景を見ることができる。沿道は集落を除いて、ガソリンスタンドコンビニエンスストアなどの小規模の商業施設や生コン、プラント、商工場などが点在する田畑や林ばかりが続く。旧、向川村、白州町の中心市街地など一部の地区を除いて、そのほとんどが一時改築の際に、甲州街道時代の集落を迂回する形で整備が、 なされており、平面線形は比較的緩やかであるが、ところどころ急勾配がある。山梨、長野県境を流れる釜梨川渡る場所には、深刻海峡が架けられており、付近は南方にそびえる南アルプスの山々が、閉塞的な印象を与えるまでに迫っている。この橋を過ぎるとルートは、釜梨川相模へ移動、貸し段急誕生を走り、 新出津滝宿を抜け南西側には、釜無川と田んぼが続く光景となる。長野県内は、現道が集落の中央を突き切るように走っており、宿場町の風情が色濃く残る、沿道風景を見ることができる。諏訪郡富士見町落合では、立場川の貸し団急を登るためのヘアピンカーブと、鬱とした森と、急な登り勾配が続き、しばらく進むと、富士見町市街地に至る。 富士見峠交差点を過ぎると、鬱蒼とした木々が沿道を覆う、富士川水系と天竜川水系との分水嶺でも、ある富士見峠に差し掛かる。篠の島では、神鎌原な地区を走り、諏訪湖を北へ行くと、下諏訪町で中仙道と合流し、甲州街道は終わる。上、諏訪駅の先からは、諏訪湖沿いを走る。塩尻峠を越えて、塩尻市に入ると、 岡谷川と比較して緩やかな下り坂が続く。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。